スコラ・カントルムは中世ヨーロッパに起源を持つ聖火学校。1894年にフランスのパリに設立された音楽学校本校では2について説明する。スコラ・カントルム・パリ・スコラ・カントルムは1894年にバンサン・ダンディがパリ音楽院に対抗して設立した音楽学校。パリ国産ジャック通り269番地に所在し、 私立の高等教育機関にくくられる。設立当初はダンディはシャルル・ボルドと共に裏方に回り、パリ音楽院のオルガン科教授のアレクサンドル・ギールマンが校長及び設立者を務めた。後にダンディは校長に就任し、独自のカリキュラムを宣言して、現在の繁栄の基礎を築いた。19世紀後半にパリ音楽院はオペラ関係者の養成機関へと変質し、 声楽家といえばオペラ歌手、作曲家といえばオペラ作曲家のことしかイメージできないという状態になっていた。ダンディの恩師フランクがなかなか創造的な作曲家としてパリの楽団、特に音楽院の作曲家の教授であるオペラ作曲家に受け入れられなかったのもフランクが主に気楽作家だったためもある。器楽演奏家や声楽科の試験も堕落しており公開試験に 学生の家族や知域が桜を務めて潜り込むという始末であり、試験課題の範囲も学力の実力を知るにしては狭すぎた。声楽科の試験ではロッシーニのアリアのいくつかが幅を利かせていたし、声楽教師の質の低さや知識の不足、高齢化は時に新聞史上で嘆かれるようにもなっていた。ダンディはそのようなパディ音楽院を反面教師として、 徹底した締め付け教育を行うことにした。スコラ・カントルムはラテン語で歌唱練習書あるいは歌の教室の家であり、これは中世初期にグレゴリオ聖歌を普及させるために聖職者を対象として教皇庁に設置された音楽機関の名をもらい受けたものである。一般的には古学を実践的に復活させた音楽学校として有名だが、 ダンディはそれだけを目的としていたのではなかった。声楽家や演奏家の卵に対しては、研修期間中に、古今東西のレパートリーをできるだけ広く覚えること、一方、作曲家の卵に対しては、音楽史の発展を見をもって、追体験し、音古自身の中から、新しい時代に見合った音楽を作り出せるようになる、ことが奨励された。ダンディ自身は、貴族出身で、 右翼のインテリとして、フランス楽団では知られていたが、スコラ・カントルムのカリキュラムや試験課題においては、フランス音楽に偏ることなく、音楽伝統の深い諸国の歴史や作品を、熟知する洋学生に説得し続けた。このため、パレストリーナやビクトリア、モンテベルリ、カリッシュミ、エム・エイシャル・パンティエ、エフ・クープラン、パーセル、ラモー、バッハ、ヘンデル、FJ ・ハイドン、モーツァルト、 ベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームスなどの研究が学生に要求された。また、学科を問わず、グレゴリオ聖歌や民謡の歌唱、研究も学生に要求された。スコラ・カントルムの厳格な指導と体系的な教育プログラムに刺激され、ガブリエル・フォーレはパリ音楽院院長に任命された際、音楽院の音楽大学科を目標として、 カリキュラムや体制の刷新を図り、さらには教師陣の若返りを狙って、長老格の教師を追放した。試験を非公開にする研究課題や試験課題に、ドイツ音楽も含める声楽科のむやみなオペラ編長を止めさせ、歌曲も重視するなどの装置は、法令によって開始された。一方のダンディも、一概にパリ音楽院を敵視していたわけではなく、自分自身も含めて、 教員がパリ音楽院と兼職することについて否定的ではなかった。スコラ・カントルムの有名な教員にホーレの愛弟子のディア・ブー・ランジェがいる。有名な卒業生にアルベール・ルーセルやエリック・サティなどがおり、日本人の音楽家でも高木東6など著名人が少なくない。ありがとうございます。